おはよう。幸せな土日が終わってまた月曜日だ。土日ってなんであんなにあっという間なんだ。お仕事の日はとっても長いのにね。困ったもんだ。今朝はお味噌汁用にたくさんお野菜切ってから節約自分弁当を作っていくよ。まずは八百屋さんで安売りしてた小松菜と、いつもどんな時でも安いもやしを使ってナムルの準備、ゆで卵の準備もしていく。レンチンで作るよ。お次ははんぺんボールを作る。袋の上からもみもみ、マヨ2周と冷凍コーン、青のりと米粉を大さじ1加えてよく混ぜていく。はんぺんは塩気があるから味付けはこれだけ。ただまん丸にして焼くだけだけど、可愛いし美味しいし大好きなおかず。お弁当に入りきらない分は私の朝ごはんだよ。お次は業務スーパーで買った冷凍豚ロース。米粉をまぶしてただ焼くだけ。粉をまぶしてあげると調味料がよく絡んで美味しいんだよね。お醤油、みりん、お砂糖で味付け。小松菜には鶏ガラも追加してナムルにしたよ。レンチンゆで卵も剥いて準備 OK。 ご飯を盛り付けてレタスを仕切りにする。豚肉をどんどん盛り付けていくよ。お次ははんぺんボール。おかずでベスト3に入るくらい大好きなの。みんなの好きなおかずは何？ゆで卵と黒ごまパラパラ、梅干しのせて完成。月曜日はゆるく生きてきた。火曜日だ。まだなんとか元気だ。生きてる。昨日の夜お仕事終わりに八百屋さんに寄れたからレンコンゲット。薄く切ってきんぴらを作るよ。かぼちゃはただ切って5分チンするだけ。チンしてすぐ食べられるかぼちゃは最高だよね。レンコンを焼いてる間に次は胸肉と小松菜の甘辛炒め作っていく。一口大に切ったらお酒とお塩を揉み込んで米粉をまぶすよ。片栗粉があれば片栗粉でも OK。 はい、お次はお弁当の定番卵焼き。卵1個にお水を大さじ1加えてよく混ぜる。お醤油とみりんとお砂糖を小さじ半分入れたらまたまた混ぜてから弱火で焼いていく。このフライパンだと卵1つで簡単に卵焼きが作れちゃうから便利でいいよね。1人分は卵1つがちょうどいい気がする。焦げないように焼けたらすぐに取り出すよ。さあ味付けに取り掛かるよ。全然関係ないんだけどさ、この土日ほんと幸せだったの。お父さんとお母さんと金沢に旅行に行っててね、ゆっくりできてたくさんおしゃべりできていい時間だったな。だからまたいろんなところに旅行できるように食費は節約しようって思ってるんだ。たまったお金でまたどっかお出かけするぞ。今日はご飯を全体に敷き詰めて高さを出してから盛り付けていったよ。高さを出すと卵焼きの断面も見せられて嬉しいな。火曜日弁当の完成。仕方ない、今日もお金稼いでくるか。おはよう。今日は真ん中水曜日、折り返しかな。朝起きてすぐレンチンゆで卵を作っていくよ。10分かかるからね、なるべく早めに作っておきたい。お弁当に使わなそうな大根やネギでお味噌汁を作ってからお弁当作りを始めるよ。顆粒だしと味噌を溶くだけの簡単味噌汁だけど、私のお弁当のお供には欠かせない大切な存在なの。お弁当作りはまずピーマンから切っていくよ。お次はかぼちゃ。甘いお野菜が大好きだからさつまいもかかぼちゃを食べたい。スイーツ感覚でいつも食べちゃうんだよね。わかる方いるかしら。電子レンジ混雑中だからちょっと待機しててね。胸肉にはお酒を揉み込んでから米粉をまぶすよ。全然関係ないんだけどね、今度一人で大阪に旅行行こうと思ってるの。なんか行きたいなって思って、弾丸すぎて一泊なんだけどとっても楽しみ。私ね、旅行で乗り物に乗って移動する時間すっごい好きなんだよね。見知らぬ土地に訪れるあの感覚が最高。お金はちょっと使いすぎたかなって少しだけ後悔してるけど、まあいっか。これからもたくさん労働するぞ。違う違う、旅行の話で言いたかったのはどこかおすすめのスポットとかあるかなって聞きたくて、リクルおじさんのチーズケーキはお土産に買おうと心に誓ってるんだけど、それ以外決まってないんだよね。迷う迷う。どこかカフェでモーニング行きたいし、行ったことない観光スポットにも行ってみたいな。大阪初心者だから教えてくれたら嬉しいな。水曜日のお弁当は彩りがとっても素敵だね。焼き鮭があると一気に美味しそうに見えるから業務スーパーありがたや。真ん中水曜日もぼちぼち働く。おはよう。まだ木曜日？あれれ、おかしいな。もう十分働いた気がするんだけどね。とりあえずお弁当作るか。今日はオクラのレンチンからスタート。かぼちゃは小さく乱切りにして、こちらも4分チン。このナイフ小さいのに切れ味がすごい勢い余って手を切らないように十分に注意しながら切らないとね。これはかっぱ橋に行った時に果物切るナイフが欲しいなって思って買ったんだけど、かぼちゃまで切れちゃう優れものだった。ペティナイフってすごいね。かぼちゃがレンチンから帰ってきたからお肉と一緒に炒めていくよ。電子レンジで時短大成功。小松菜には冷凍のコーンも加えるよ。今日のおかずのちくわオクラね。ただオクラをちくわにぶっ刺しただけなんだけど、断面が可愛くてお弁当映えするからよかったら作ってみてね。ゆで卵も剥いたらお弁当のおかずが揃った。ちなみにこれはセリアで買ったスライサーだよ。さあ盛り付けていく。全然関係ないんだけど、恋
週末お父さんとお母さんはモーニングにコメダに行くんだって。いいな、私も行きたい。いつも実家に帰ったら3人で早起きしてどこか近くの喫茶店に行くのが楽しみなんだ。美味しいパン食べながらたくさんおしゃべりするあの時間が大好きなんだよね。早く実家に帰りたいもんだ。来週末は絶対帰るぞっていう謎の宣言をしたらお弁当完成。今日もお昼時間が楽しみ。おはよう、金曜日だね、幸せだ。でも私は土曜日もお仕事なんだよね、ちょっとやだ。まあいっか。今朝はお味噌汁から作るよ。昨日の夜晩ご飯を作りたくなくてお味噌汁ばっかり飲んでたらあっという間になくなってた。消費量半端ない。よし、お味噌汁は隣のコンロに任せてお弁当作りスタート。かぼちゃを小さめの乱切り、時短かぼちゃのまん丸焼きを作るよ。お水にくぐらせてふんわりラップして8分半加熱。お次はさやいんげん、ごま和えにするんだ。胸肉半分は甘酢炒めにするよ。火が通りやすいよう小さく切ってお酒と米粉をまぶす。ちょっと面倒だからまな板の上でやっちゃう。いつもの仕切りフライパンに米油を敷いてお肉から焼いていく。真ん中に油入れすぎた、ちょっと拝借。さやいんげんも加えるよ。焼いてる間に卵焼きの準備に取り掛かる。卵1個に殻半分のお水を入れて混ぜ混ぜ。お醤油とみりんを小さじ半分入れたらまた混ぜて焼いていく。卵焼きを作るときは弱火で作ると綺麗な色で焼けるからおすすめだよ。はい、今日はいい感じに焼けました、成功。焦げないように早めに取り出すよ。レンチンからかぼちゃが戻ってきたらマッシュ。お塩小さじ半分、片栗粉小さじ2入れて混ぜ混ぜ。レンチンで簡単に柔らかくなるからとっても簡単。まん丸にして真ん中のレーンで焼いていく。お肉の味付けをしていくよ。余分な油を拭き取ってお酢大さじ1、お醤油みりん大さじ半分。さやいんげんにはお醤油みりんすりごまで味付け。おかずの準備ができたから盛り付けていくよ。解凍したご飯をポンと入れて右上膨らませる。卵焼き今回は3等分に切った。ちょっと高さが微妙だったからまた整えて断面が見えるように盛り付けていくよ。レタスで仕切って胸肉の甘酢焼きを乗っけてく。いっぱい食べたいから強引にもう一つ乗せた。かぼちゃのまん丸焼きも詰め込む。これね、甘くて本当に好きなんだ。かぼちゃの甘み最高。最後にさやいんげんと梅干し乗せたら完成。今日もお弁当のおかげでお仕事頑張れそう。行ってきます。最後まで見てくれてありがとうね。チャンネル登録、コメント、いいねお願いします。